皆さんこんにちは、むちゃと申します。この動画では私の出資場全島にね、いろんな方面から採点をして最後には順位付けもしていきたいと思っております。この動画はね、後編になりますので、ぜひ昨日アップロードした前編も概要欄に貼っておきますので見ていってください。ではどうぞ。はい、では後半戦いきたいと思います。母の年齢、そして何番目の子かっていうところの評価ですね。出資場検討シートにはね、母の年齢とね、何番目の子かっていうのも情報を見ることができまして、では見てわかる通りね、10歳前後で私はできるだけ選んでるつもりです。そしてね、何番目の子がいいかと言われたら、2と3が最もねアベレージが高い子が生まれてくるっていうのは割と信じてる方ですね。ただこれは諸説ありますんで好みの問題ですよね。ただまあ今回の場合はですね、見ていただいたように2番目の子2頭おりまして、そしてまあ母が10歳前後になるんですけれども、まあちょうどねこのスフィンクスが10歳ということで、こちらをね1番手としまして、ラブユーを2番手にしたいと思います。そして5番目の子、10歳児に産んだ子ということで、ソロカモチを3番手で、そこからコンセプトから全く外れているね、谷のジュレップを4番目にしたいと思います。この母の年齢と何番目の子を狙っていくかっていう私の指針からすると、正直言って谷のジュレップは大幅にずれてはいるんですよね。ただまあそれを許容できるぐらいの他の要素から出資をねしました。次に誕生日、これも判断難しいところですが、これは先日出した動画の通りですね、早生まれを優先したいと思います。ということで、ソラコマチが1人だけ1月生まれ、ダントツの1位ですね。そして4月5日のスフィンクス、4月11日のラブユー、5月15日のちょっと遅生まれ、タイノジュレップが4番手とします。11番目、速尺、これも実はね私好みの数字だったのは、この誕生日と同じ順番なんですよね。まずリオン・ラファールが馬体重515キロの下院21センチ。まあ、何度も言ってますけれども、下院は適度に太い方が私は好印象なんですよね。そして馬体重も500前後が理想かなとは思ってるんですけど、小さいのと大きいのどっちが好きかと言われたら、完全に大きい方が好きですね。スフィンクスはこちら 20.5 センチ472キロ。まあアスリートとして理想的な数値じゃないかなと思ってます。ラブユーは下位 19.5 センチ、馬体重455キロ。まあ牝馬なんでね、少しボバよりは平均的に数値は落ちますよね。まあ下位 19.5 っていうのは許容できるところだと思ってます。そしてこれは結構気になる方も多かったのかなって思うのが、タイノジュレップの下位19センチ、そして馬体重410キロ。まあ、これはね、欠点と捉える方も多いと正直思いますね。ただ私はね、姉のグルアブも母周時411キロだったということを考えると、まあ、小柄でも走ってくる、この母系なのかなと感じております。まあ、母自身もね、同じぐらいの体重で走ってきてますから、まあ、きっと大丈夫でしょうと思っております。ただ他の馬に比べると不安要素はなくはないですね。はい、ということで誕生日と同様にこの評価となります。12番目、馬体、これも完全に主観にはなるんですけどね、まあ、見栄えがね一番すると思うのはやっぱりソラコマチだと私は思うんですよね。馬体重そのままですけど、やっぱり筋肉質、胸前にしてもトモにしてもなんかねがっちりしてて、歩行動画とか見てもね結構バランスもよく見えたんで、これはやっぱり一番ですね。で、次にアスリート体型に見えたのがラブユーですね。まあ、牝馬らしくなんか軽やかに歩いてる感じもしましたし、まあ、足も長くて、距離も持たせてくれるんじゃないかなっていう印象を受けましたね。トモもね、迫力ありますんで、評価高いですね。2番目で。で、3番目にタニノジュレップですかね。まあ、小柄な牝馬らしく、まあ、コツ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 と歩ってましたけど、馬体的なバランスは結構よく見えたんですよね。この馬もなんか距離を持たせてくれそうな、スピード感ありそうな馬体だと思いました。で、まあ最後に、正直そこまでよく見えなかったのはスフィンクスですかね。結構子供っぽい馬体をしてるようにね、見えましたね。ちょっとこじんまりとした感じで、トモとかもね、これまで見てきた馬に比べると、ちょっとね、盛り上がりが高いのかな、とかね、思ったりはしました。ただ私はこの足のね、曲がり具合、これを結構、気にされる方多いって聞いたんですけど、むしろ高評価してますね。短距離向きとしてはかなりいいピッチ走法を見せてくれるんじゃないかなと思ってるので、まあ、今となってはねよく見えてます。はい、ということでこの評価となりました。で、次に生産牧場ですね。これはもう単刀直入に岡田スタッド生産育成が一番だということで、まずはジュレップグラス、タイノジュレップにね20丸つけますね。やはりね、自社生産自社育成には
まあ、いろんなノウハウとかもつぎ込めるので間違いないと思いますね。やっぱり競りで購入した馬っていう馬はそれまでどういった感じで育てられてきたのかっていうのは正確に分からなかったりすると思うので、で、まあ、他の3頭で順位をどうやってつけるかと言いますと、まあどれだけ実績馬が出たかっていうところで判断するしかないですよね。実績十分の牧場ではあるんですけれども、まあ、この賞金獲得順にすると頭数的には多いのはスフィンクスの橋本牧場ですかね。ヒルノダルムール、ウィンクリューガーとかね、まあ千葉の G1 勝つような馬も輩出してますし、まあ、先ほども言ったソリッドプラチナムとかもねいますしね。三高牧場も最近名前を聞くね馬多いですよね。モンドクラッセとかジャイアンとかもいますね。まあこれ見てわかりますけど、アグネスデジタルの産駒で結構成績出してるんですよね。これも実は決め手になったところですね。村上牧場はやはり先ほどの母系にいた馬たちがね多いですよね。アークビグラスとかもこの牧場だったんですね。ただまあ頭数的には一番少ないということで、まあ、3番手としたいと思います。ババ適正、これは芝ダート、どちらに特化しているのかそれとも兼用なのかっていうのを評価していきます。一応ここにね出資検討シートは自分でこう適正馬場距離をね入れることできるんですけど、あくまで予想になりますけどね、まあ、これは一番ロマあるのはやっぱりソラコモチだと思うんですよね。まあリオンディーズ2歳 G1 勝ちましたし、母ソラコモチもね決してダートだけの繁殖牝馬じゃないことはね、姉のレゴレスとか初子の星の子とか、何より母自身も芝で勝った馬ですしね、守護馬自体の能力をしっかりと引き継がせるっていう母だと思うんですよね。とはいえやっぱりあの馬体を見てるとねダートもいけるのかなっていう雰囲気もありますし、この馬には芝ダート中距離、まあマイルあたりで本領発揮してくれる、まあ、夢としてはやっぱり朝日杯とかね狙ってほしいなと思える馬だと思いますね。ということで1番手で、2番手にもね芝中長距離で頑張ってくれそうなこのタネジュレップですかね。グルアーブの活躍を見ててもね、芝の守護馬をつければ芝の産駒出してくれる母だと思ってますし、まあゴールドシップはなんといってもねクラシックでも牝馬沸かせましたから、まあこの馬もそれを目指して頑張ってほしいと願ってます。そしてラブユーとスフィンクスに関してはどちらもやっぱり万能守護馬に距離も万能感ある母と父の子ですから、まあある意味予想できない楽しさはありますね。先ほどのニトに比べると、まあ、渋さはあるのかなと思ってますね。ただまあ私はマクフィご両親ということで3番手スフィンクスにして4番手にラブユーとします。ちょっと距離適正もね一緒に話しちゃいましたんで、まあ、やっぱり改めて考えてみても馬場適正も含め同じかなと思うので同じ評価にしたいと思います。まあ今の日本競馬界は1600から2400の距離が一番稼げる距離でもありますんでね、そこで走れる馬っていうのを考えると私の印象としてはこうですかね。そして最後16番目に総合コスパ、これはもう完全に主観的に考えて、まあ、ここまで見た情報を見てあくまで金額的な意味でコスパがどの馬が良さそうかと言われた時にどう答えるかですね。まあ、例えばですけど募集時以降にね兄弟が成績をより上げた馬だったりっていうのはやっぱ価格以上の評価になってくるわけですよね。そういった意味ではジェネティクスのオープン勝利、そしてスフィンクスのスペクタクルの2勝目クラス勝利、まあそこはもしかしたら価格に考慮されているのかもしれませんが、まあ、それでも1600万予想と思ってた私にはねコスパはいいのかなと思ったりしましたね。とはいえね募集馬1000万以下となるこのジュレップグラスとラブユーもねコスパ悪いとは全くもって思えないんですよね。まあこの今の印を見てみても結構ばらけてるのがね分かる通り、まあ評価自体もね決して低くないんですよね。ただまあ同じ評価にしちゃうっていうのはねちょっと甘いかなと思うので、あえて厳しく評価をつけますとこうなるかなと。ラブユーは初子の兄がいるんですけど結構評判いいみたいなんですよね。牧場さんの評価も高くて、この馬がデビューしてエイシンピカデリーのように新馬戦勝つなんてことがあったらやっぱり1000万募集っていうのは明らかにコスパよく見えるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、ね、16項目今もう結構な時間話してきましたが、最後にね私もちょっと緊張するんですが点数つけてみたいと思います。心の奥底で私がどう順位をつけてるのかっていうのを見ていきます。ちょっとね右から行ってみましょうか。ラブユーの19の点数は 4+3+4+2 で36点となりますね。いや結構これ
目と頭使いますね。もう私もおじさんになってきたので、これ印にする意味あったのかとかね、ちょっと今更疑問になってきてしまいました。ただまあね、なんか競馬新聞っぽくていいんかなと、ちょっとね満足げになっております。では次にスフィンクスいきたいと思います。2+2+4 で46点となりましたね。まあ、ここで一気に10点ポイントアップとなりましたね。そしてジュレップグラスは 3+3+1 で36点とラブユーと同じ点数になりました。そして最後にリオンラファール、ソラッコ町の19は 4+4+3 でなんと46点となりまして、スフィンクスと同じ点数となってしまいました。ちょっとこれはね、いや全然全く狙ってなかったんですが、ちょっと面白い結果になりましたね。ということで、この点数からね、私の自分でも分からなかった本音の期待度順位としましては、同率1位でソラッコ町とスフィンクス、同率3位で谷のジュレップとラブユーという結果になりました。いやこれ決してね、優柔不断な結果を狙ったということではなくて、たまたまです。本当に正直に全ての要素をランキング付けしていったら、まあみんなにほぼ平等に期待してるという結果になりました。いやーこれはある意味平和で良かったかもしれない。自分をちょっと褒めたいですね。やっぱあんまりね、出資馬の中でこの馬は好き、この馬は嫌いっていうのは作りたくないと思ってたんですよね。ただこうやってね、表にして一つ一つの要素を、まあ、改めて書き出してまとめておくっていうのは、まあ、来年度以降にもね、つながっているかなと思いましたんで、作ってよかったなと思っております。ぜひ皆さんもね、投数多くなってくるとなかなか考えの難しくなってくるとは思いますが、まあ、自分の本音と向き合うっていう意味、そしてなぜ出資したのかとか、そういう理由をねまとめておくっていうのは本当に大事なことだと思うので、やってみてはいかがでしょうか。もう前頭ね、無事に怪我なく行ってくれれば本当に文句ありませんのでね、とりあえずトレーニング頑張ってほしいと思っております。ご視聴ありがとうございました。